皆さんこんにちは、フクロウです。今日はソードマスターストーリーというゲームのリスマラ情報をお伝えしたいと思います。でこちらのゲーム、基本的にキャラクターと装備を整えてゲームを始めると全部オートでプレイしてくれるというゲームとなっております。で、まあ、星5のキャラクターを編成すると戦いやすいという形になります。チュートリアルはまあ、5分くらいで終わって、すぐにね、メールボックスからアイテムを回収することができます。で、こちらのゲーム、ガチャので10連分のアイテムがもらえるので、あ、それとその星5と星4の確定チケットも手に入るので、これでリセマラをしていきます。で、10連で星5、あと星5の確定チケットを使って、2.5% のキャラを当てることができたらリセマラ終了となるんですけど、このゲーム、そのスマホのメインストレージの方にプレイヤーデータが紐付けされてるんで、ファイルマネージャー等を使ってプレイヤーデータだけをね、削除する必要があります。これやらないとリセマラできないっていう感じになってると思います。でこちらのゲームね、興味ある方は概要欄からダウンロードできるんで、実際プレイしてもらえればいいかなというふうに思います。